二代の覚え方さあこれはラテン語ですけれどもね、うん、ラテン語となると6万語オーバーになっちゃうんですけれどもね、うん、何やら会議関係で使うのかなということですけれどもね、うん、こんなもん覚えても意味ないですか、うん、こんなえ研究に出ないですか。うん 人にさ、そういうことさ、もう言ってくるくせにあなた方もどうせこれ買うんでしょ、うん、これに乗ってるんですからさ、ないんだよ、これ。じゃあ覚えなさいよっていう話でしょ、うん、だから私がシコシコこうやって毎日毎日モターを上げてるとそのにもダメだな、やっぱりな。全然伸びないわ。もうどうしようっつってな。うん、こう長文でこう来ちゃったからこう読んでるんですけど。うん、サムネがどう残るのとかそういう問題じゃないよ。うん 神々でサムネがどうこうとかもうね扱ってる単語がどうこうとかねそういうレベルじゃなくなっちゃってんだよねもうねだって全部同じテンションだもん全部同じテンションのサムネなのにもかかわらずなぜかね「ゼストだけちょっと他の動画より跳ねてますよ」って言われてもさもう原因わかんないよ <laughs> しかもいかんせんはねたところで724回ってさもうなんかもう磯田さんのアベレージぐらいじゃん,うん磯田さんのアベレージぐらいがまあせいぜい700回ぐらいでしょうんあもっと多いかいやーでもうーん700回ぐらいじゃない700回 もう磯田さんなんかな、もうノーカットでこう落語家みたいにこうスラ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 っつってね、10分ぐらい話してね、サクッと800回とか再生されてねうん、私はちま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 こうやって、今日はどの単語にしようかなとかね、辞書とにらめっこしながらこうやって作ってさ、せいぜい50回とかね、んなんかなとか思っちゃってね、うんもう全然、おかげないよ。 もう負けにまたへこんだのがあなた方芝湯のニュース見た芝湯のニュースうーん東海オンエアのもうん東海オンエアの芝湯ちゃんがホテルでお暴れしてね物壊しまくったっつって4200万円以上請求されてるんですってねでなんでそんなことができるかっていうとうん毎月うん1500万円もらってるから金銭感覚がバグってるんじゃつってえっつって <laughs> 俺なんか月1500円でしばゆうちゃん1500万円っつってしばゆうちゃん1500万円ですってあなた方どう思いますか月よ月う<ー>んいたすりゃそれ以上ですよねもうなんかもうダメだっつってねうんもうダメだよもう俺もうん個やんなちっちゃったもうじゃでもたまにはへこんでる私の顔見ますかうんダメだ <laughs> ダメだってもう YouTube あもう毎日ね毎日いやそんないやそれでも俺はやるんだそれでも俺はやるんだって思うんですけれどもね、うん、も,も,もうダメだっつってね「うん、サインにダイ」でね無機嫌にっていうことですけれどもね、うん、もうラテン語だからさもうサインにダイってこうやってサインダイって打ってもさあのー、何 あの人工音声がちゃんと読んでくれないんだよね。もう直す気しないからそのまま出しますけどこれサイニーダイだね。うん、決してサインダイじゃないんだよね、うん。もうそれを知って今取り直してんの。<laughs> でサイニーの部分が何々なしででダイの部分がデイでヒね、うん。だからヒがヒーヒなしでっていうことで無期限にっていうことですかね。うん、サイニーですからねサイニーダイですから。うん 多分あの音声ちょっと違ってますけどねラテン語だからちゃんと読んでくれなくてね、うん、それを直す気にもならないっていうね、うん、あでも直そうかなどうしようかな <laughs> 直すかじゃサインーですからね、うん、サイン台じゃなくてサイン2台ですから、うん、直しましてね、うん、覚え方こう青空集会は改正の日になるまで無期限に延期された うんねまあだね、青空集会だって言ってますからね。うん、そりゃね、サニーデイになるまでね、うん、無期限に延期されるんじゃないでしょうか、つってね。うん、これ、アンティルじゃダメかね。うん、アンティル・アー・サニーデイ、つってね。うん、アンティル まあ、Open air meeting was adjourned signy die awaiting a sunny day. Open air meeting was adjourned signy die awaiting a sunny day. Open air meeting was adjourned signy die awaiting a sunny day. ラテン語ですよ、これは。ラテン語。サインインっつってね、うん。ラテン語だから、ちゃんとねあの、合成音声が読んでくんないんですよ。うん、それをね、うん、なんかサインだいって言っちゃってるなとか思って、うん。じゃあ直すか、つって一生懸命直してね。うん、動画上げて50再生でね。片谷もあれですよ。もう片谷、磯田さんなんかペラ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 ,ペラ喋ってね。うん、もう、平均700いきますからね。うん、もう、磯田さんにまで恨み節だよ。<laughs> もはやもう無理だななんかもっとな面白くないわもっとな違うことやりたいな違うことやりたいなちなみに完全ね普通の使い方だとアジャンサイニーダーイが圧倒的に多いですからねしかも AK1 級的にもこっちのアジャンの方 あの英検記は聞いてきますからねどう考えてもね、うん、けどこの「アジャー」はちょっとね安いでしょうこの単語は、うん「ジャーにってもともと「日」っていう意味がありますからね「ア、う、ド、ん」で「で何々」の方へでしょ「うん、日」「日に向かって」つってね「じゃあ別日に向かって」つって言えばね「アジャーで鉛筆じゃないのつってね、うん、そういう安い単語覚え方作りませんよ私は。 もうそれでいてね、うん、6分28秒しかないから、あと1分半なんとか伸ばさなきゃいけないっつって、どうしようかなっつってね、うんと、そうねんじゃ、または私のリスニングでもやりますかもう私が何回聞いてもね、うん、サーチザットって聞こえちゃってね、うん、サーチザットって言ってるけど、そんなサーチしてたっつって、<laughs> サーチしてたっけっつって、 なんかこの前の文を思い出そうとしたらもうどん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 英文が流れ込んでくるからもうわ,けわかがなくなっちゃうっつってね。うん、He estimates there are at least 25,000 distance learners in America alone and asserts that this isn't just a fad.He っって言って言ないこれ、うん、もう一回聞きますか、うん、He estimates there are at least 25,000 distance learners in America alone.

つってなっっっちゃったのつって <laughs> なぜ「アサーチザット」って聞こえちゃったのかって言われたら、えー「私はこの今日の今日までこのアサートのことをアザートって読んでたから」っていうことうん俺今日の今日までアサートのことをアザートって読んでましたよもう。<laughs> こういうのってよくあるよね。 自分で「アサートザット」って言ったことがないから「アサートザッツ」って「アサーチ」が出てきちゃうんだろうな。うん、概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね